現代都市とは、現在つまり現時点で存在する都市、例えば古代都市であっても人の営みがあり、廃墟、遺跡化していないこと年代区分として、現代にくくられる、時間帯、時間軸において作られた権威のある、都市本校では校舎について記述する。現代都市は、近代都市に対し、時間の流れ上その後継となる都市を指す。近代都市の定義には、複数あるが、 現代という言葉の解釈から、現代都市は、おおむね1945年の第2次、世界大戦後に作られた都市が対象となる。これは、高層ビルなどの現代建築が多く存在する、都市という意味にも置き換えられ、戦後に登場した新素材や技術、衣装、デザインを多く用いた都市とも取れる。さらに21世紀になってから整備された都市という視点に加え、 スマートグリッドのような IT や IoT などのインターネットインフラを中核に据えたスマートシティなどは現代都市の象徴と言える。また、創造産業のような新産業を基軸とする創造都市も現代都市に含まれる。理論の一つとしては、近代都市を批判し、理想的な都市を模索したルコルビュジエの輝く都市が現代都市の先駆けと言える。一方で、現代都市は、 素材の性質や実利一辺倒の都市計画から無機質に、また前衛、斬新な外観から奇抜、陳腐なものに陥りやすい。そのため、ハードとソフトの融合を促し、現代思想の人間中心主義、ヒューマニズムに基づき人間生態系と都市生態系とが両立する環境に配慮したエコシティのような形態も、現代都市の要素となる。ただし、現代都市は、 無の状態から新たに作られた都市より近代都市あるいはさらに古い歴史がある街の一部が再開発され構築された結果現代都市と呼ばれるようになったものの方が多く首都の大半は近代化と国際化により古い都市が現代都市へと変貌を遂げているそのため歴史的景観に対する景観破壊がしばしば訴状に乗るなおマルティン・ハイデッカーの 存在と時間における字の流れの概念、観念によれば、近代都市、近代建築を作った当時の人々からするとその時が現代であり、現時点の我々は未来の存在になり、100年後に現時点の我々は近代に編入され、SF で描かれる近未来都市が実現すればそれがその時代の現代都市になる。現代都市、現代建築という名称は、 暫定的なものと捉えられる。ありがとうございます。